ら、もう向こうで死んだの？え？死んだ？俺が？まさか。そういえば、あのダーククレバスの中で。え？でも生きてんじゃん。それは、死が確定する前に今の戦闘をなかったことにしてここに帰ってきたことにしたのよ。そんなことできるんですか？できるわよ。やってるのはタマだけど。はい、なのです。時をほんのちょっとだけ巻き戻して強制帰還したのです。でもタマの命を使っているので、使った後はなるべく休憩が欲しいのです。命？タマはこれでも複数の命を持ってるのです。だからそのうちの一つをニエにして時を戻したのです。これは夢の中でリボンをつけた女の子に特別に教えてもらったのですよ。なんかよくわかんねえし、なんか怖えけど、なんかタマってすげえ。あ、でも今は二人の命を守ることだけに限定されてるので、さっきみたいに戦闘で負けた時だけのことなのです。あとあと、タマのその命はここでしばらく休めば元に戻るので、亡くなる前にここに戻ってきて休憩を希望するのです。了解了解、全然 OK。 たっぷり休んでくれ。はい、ナムです。何にしてもありがとね、タマ。ラーンが人の話聞かないで突っ込んだのが原因だけど。あれ？誰かいる？ああ、そういえば道に迷ったってここに来た子がいたわね。話してみたら？ちょっと面白い子みたいだけど。へえ。でも外の世界からこっちって簡単には入れないはずだけど、よっぽど異界を渡るのに慣れてる子なのね。